言いますよ。どうぞ。おはようございます。おはようございます。今日は古橋さん何をですか？はい、いやもう今日はね、今僕いるとこ見てください。これもう緑がもうすごいでしょ。これもうビルなんて一個もない。まあこれで、ね、千葉のね、実はねある場所に来てるんですけれども、今日はソロキャンプしていきたいと思います。よっ、お願いします。お願いします。はい、ということなんですけれどもね、まあソロキャンプ、まあね、せっかくなんでね、やっぱ都会の日々のね、まあそういったなんていうんですか、まあちょっと疲れなんかを癒しながらちょっとやっていきたいなと思ってます。はい、はい、古原さん、はい、その背中にちょっと生えてるものは何でしょうか？あ、これですか？いや、これはもう当然キャンプなんで、これマサイの剣ですよ。これがないとね、やっていけないですよ。これこう、これで料理も作りますし、はい、こう見ても奥とかさ、うん、ほらほら、もうあんな感じよ。ほう、もうこれ猛獣とか出てきた時にはもうこれでもうこれほらすごい、こっからね、はい、もう巨大なクマなんて、ヒグマなんて出てきた日にはもうこれで戦いますから。僕やりますか？なんならそれをシチューにしてやりますわ。おかずですね。おかずです。はい、で、まあ、そういったね、まあ、ちょっとサバイバル術なんか、なんでね僕がこの、ね、マサイの剣を持ってるのかっていう気になる人もいると思うんですけれども、まあ、それは秘境鉄道っていうところでね、まあ、簡単に言うと僕アフリカの行った時に実は洗礼を受けて名前をいただいて、その名前がラバーティという名前なんですけれども、まあ、幸運な男と、まあ、いうことなんですけれども、その、マサイ族になった記念に、その兄弟子からいただいた剣がこれ、マサイの剣でございます。はい、ということで、じゃあ今日はこの場所を使ってソロキャンプをしていきたいと思います。火を起こすときに使うこれですよ。これ、はい、これね、はい、これね、これも大事、焚き火台ですね。で、あとこれ、うん、マックスポンプ、はい、これはですね、風を送り出すというものらしいんだけれども、まだ買って開けてない、はい、いつかキャンプしようと思った時に買って1年くらい置いてある。1年？そう、まだまだ使ってない。で、これ、はい、はい、それはこれすごいよ。これエンバーストーブ、これは火をくべることができる。だけどこれもまだ開けてないから、開けてない、そう、どうやって使うかは分からない、まだ。でいつかねやろうと思ってたから、今日もこれ全部だから出しますから。はい、そう、あとはあとこれ、これもう見てもだいぶ使い込んでるでしょ。使ってますね。そう、これはライスクッカー、はい、ここにご飯を入れて、そうやってきますよ。まあこんなにね、ほらもう周りにそんなに民家もないような場所だったりとかねするんで、もうこれスピーカー、はい、はい、もう見た目ガンツ、はい、見た目ガンツ、はい、で僕ねすごい大事にしてるのが、もう絶対海外でも持ってくんだけど、これこれはね、あの後ろ吸盤で貼り付くようになってて、であの中にね、あの石鹸、あの液体石鹸を入れてるんですよ。だから、はい、そういつでもこれ手洗えるように、あっていうのと、はい、あとこれじゃじゃーん、はい、これはですね、うん、まあ、十徳ナイフ風のこのスプーンとこのフォークがこうやってついていまして、うんうん、こうでさらにこっちにはナイフもついていますと。こうでこれでこうやって現れた熊の肉を、ね、はいっていう感じそうでこういう感じ。そう、まあ、あとはこれだね、もうやっぱりね、もう冒険者には絶対に必要な、もう旅人には確実になくてはならないこの十徳ナイフ。こう、はいはい、まあだから僕もソロキャンプの時もこんなもんですよ、本当に。こんなもんですか？古原さん、はい、テントは？ああ、そう、それ、あ、それ、あのね、電車の中に忘れました網、はい、網ならに乗っけてきたんですけど、はい、重いから、そう、テントにね、はい、忘れて、その動画後で、あの撮ってもらってるんで渡しますわ、はい。じゃあテントは一人旅してるわけですね。そう、テント今ね、そう、どうしよう、だから野宿、あ、そうだね、やばいやばい、忘れてたわ、持ってきてる気になってたけど、そうなんですよ、実は総武線の中に忘れてます
だ今も多分どっか旅行してると思います、はい、俺のテントが。でですね、はい、古原さん、そんなこともあろうかと、はい、テントを別で用意してあります。マジっすか。はい、え、マジっすか。なのでちょっと、おお、マジで、おお、ありがとうございます、はい、予備のテントでございます。すごい、もううちのスタッフの優秀さ、これすごくないですか。これ本当に、いや、ありがとうございます。すいません、本当に。テントをちょっと組み立てていきたいと思います。まあ、2人用なんで、さっきの飾りのやつで、テント中ちょっと見せてみようかな。こんな感じ、はい、テント中はこんな感じ。中見てみて。そう、こんにちはっていう。だから今日はもうここに泊まります。はい、はい、こんな感じでございます。はいよ。で、まあ、今ね、まあ、テント立ってたから、次はね、もうご飯の準備かな。そう、今日で天候でね、もう雨がね、来てるっていうことなので、ちょっとね、火を起こしていきたいと思います。えいしょっと。で、てってるるって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 、はい、これで火をちょっと起こしていけたらと思いますよ。これいいですか。なかなか原始的ですね。え、原始的ですね。いや、俺いつもこれで火つけてる。マジか、うん、いいですか。はい、行きますよ。煙上がってきたよ。いい感じ。あ、煙来た。ちょっと待って。もうちょっと、もうちょっと。よし、これもくべて。よし、ちょっと待ってね。よし。よし。ああ、だいぶ、だいぶ来ましたね。行きましたね。ああ、これでやっていきたいと思います。どう、いい日で、ちょっと寄ってみてください。さあ、わあ、まあ大体2分くらいかな。うん、2分くらい。まあこれとこの木の棒があれば火つきますね。よし、こっから、今からご飯を作っていこうと思うんだけれども、なんかキャンプといったら、なんか思いつくもありますか。そうですね、バーベキューかな。違いますよ。違いますか。カレーですよ、カレー。なるほど、カレーですよ。ということで、今からカレー作っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、ラバーティークッキーンということで、今からやっていくぜ。古原さん、普段は料理は、はいはい、普段ですか、料理。はい、まあでも鍋がね、多いですよ、どうしても。あ、最近お気に入りの鍋料理は。ね、ごま担々鍋がめっちゃうまいんですよ。ごま担々鍋、美味しそうですね。そう、ごま担々鍋がすごい好きで、ごま担々鍋ばっか食べてるかな、これ最近。あとあれ、ラムしゃぶ。ラムしゃぶ。ああ、ラム肉を、そう、もう買ってきて、うんうん、それでしゃぶしゃぶするんですけど、レタスと、あともやしとニラと人参を入れたらもう完成。ラム肉のしゃぶしゃぶって美味しいんですか。めっちゃうまいですよ、ラムしゃぶ。こいつ硬かった、ちょっと。すごいね、うぐいっす。泣いてました。うぐいっす。これラジカセじゃないでしょ。違います。すごいじゃん。お、すごいじゃん。おう、うん、うん、すごいね、ここ。ウグイスなんてなかなか聞かないよ。あ、そうですか。都内で。都
トライはいないでしょうね、うん、いいね、家起きたらもう起きたらウグイスの声っていいな。海外とかでもう本当にどうしようもない時とかは、例えば自分がねなんか持ってるそのやっぱ衛生的にさ下に何かやっぱ引きたいっちゃ引きたいじゃないですか、うんうん、こう紙とか本当は引けるんだったら引いた方がいいと思うんだけど、もし紙がねなかった場合こう、まあ、ビニールでも何でもいいんですよ。僕はねこうやって携帯のこれゴミ袋なんですけど、これを常に持ってて、これは例えば自分が何かゴミ出しちゃった時にゴミ捨て場がない時結構あるんで、うんうん、そうでそういった時用にこういうの僕は持ってます。あ、登山の時とか便利ですね。そうそう、だからそういったものを下に敷いてあげると、うん、例えばまあこういうねとことかでも、ああいいですね。そう、衛生的じゃないですか。うん、そう、だからこういうことです。では玉ねぎを切ってきます。玉ねぎとかはね、確かにちょっとね。これ今日の夜ご飯ですか。いい音、ジュー聞こえる。ここちょっと寄ってみてください。これジュー、いいですね。いいですね。美味しそうです。肉いつ入れるんですか。肉はもうちょっと玉ねぎしんなりしてから。よいしょ。小学校の時とかさ、中学校の時とかさ、うん、なんかこういうのやりませんでした。そうですね、やりましたね、うん、校外学習。そう、もう外で食うもうカレーほど美味しいものって僕今まであんま食べたことなくて、うんうん、そう、この後もちょっと白米やらなきゃいけないなと。そうですね、そういえば忘れてましたね。そうですね、白米。今からね、やっぱカレーといったらライス、うん、このライスクッカーを使ってお米を作っていきたいと思います、はい、で使うお米はじゃじゃーん、山形のつや姫を使っていきたいと思います。はい、はい、つや姫名前がいいよね。炊いて惚れ惚れ、冷めても美味しいつや姫です。でこれすごくね分かりやすいのがさ、うん、あ、めっちゃくちゃ。これ見て、ここにさ、ちゃんとメモリがついてんの。見えます？見えるかな？うんうんうん。米と水でさ、ちゃんと書いてあるでしょ。1.5 合だったらここまでやって、水をここまで入れてくださいよみたいな。これがお米 1.5 合。で、ここ水 1.5 合入れてくださいよ。はい。これで分かりやすいも線の通りにやればいいから、うん、こうこれをほんとにめっちゃ入ったよ。大丈夫ですか。めっちゃ入ったよこれ。ほんとに2号1号、もう3くらいいってんじゃないのこれ。いやでもね、ここって言ってるよこれ。合ってます。合ってる合ってる。ここって言ってる。でここにさらに水をね、ちょっと水入れてきますわ。はい。えこれ3いってないこれ。ちょっと待って、でもこっち行ったら、あ、これ一番深いところで第一関節行くわ。一番深いところ、うん、一番深いところで第一行くから、まあこれでいけるでしょう。とりあえずこれちょっと一回30分置いてみましょう。これで、はい、そういえばさ、こう混ぜるものさ、うん、忘れたからさ、そうなんかないかな、ね、なんか木の棒とか。いいね、ちょっと待って、まあ、土ついてるとこくらいはこれでも
落としちゃいますわ。で、もうこれで混ぜていきます。よし、これで、ね、いや、キャンプっぽいですね。キャンプっぽい、いいでしょ、ワイルドでしょこれ。なかなかいいですね。俺も木登る肉を混ぜたのは初めてだ。さすがにマサイの剣を使って一回キャンプしたことあるけど、ええ、まあぶっちゃけその時二度と使うまいと思ったけどね。でも YouTube 撮影するときは絶対に使おうと思って。そう、これはねちょっと、どうですか、なってきたんじゃないですか。いい感じじゃないですか。いいですね、美味しそうですね。もうこれだけ食べたいですね。これだけ食べたい。いや何言ってるんですか、このカレーに入れて。そう、確かにちょっとこれだけ食べてみたいな。昔のだってさ、ね、うん、もう原始人はこれ肉焼くだけでもめちゃめちゃうまいわけだから。そうですね、ごちそうですもんね。何にも味ついてないけど、はい、これちょっといただきます。これ、はい、僕がさっき倒したマンモスの肉なんですけど、いただきます、はい、うん、どうでしょう。なんか太古の昔を思い出しますね。うん、それは美味しいんですか。いや、美味しいかどうかは別として、はい、祖先の記憶が蘇る感じ。なるほど、うん、深いですね。昔こんなの食べて生きてたんだなっていう、うんうん、だから今の時代に感謝、うん、味は薄い。はい、うん、味付けしてないですもん。何も見た目的には美味しそうだもんね。見た目いいですね、うん、これにドン入れていきます、うん、お肉はね。で、よし、で、ここに、ここに水を足します。ドーン。はいはい、いやいや、やばいねこれ。量すごいですね。そう、やっぱね、なんだろうね、キャンプやってる最中だからみんな最初よりも多く見えるんだよね多分。いいね、はい。そう、もうちょい水必要かなこれ、はい、もうちょい水必要な気がするかなこれ。ちょっとで、このカレーのねルーね、これで、まあ15分くらい、15分煮込んでからルーを入れるのか、うんうん、15分煮込んでからルーを入れる。じゃあまだだ、まだ早いの、まだ早いですねこれ。ちょっともうちょっと入れた方がいいですよねこれね、水をね、まあ、水は足りないですね。こんなもんじゃないこれ。どうですか、ちょ入れすぎた。いやでもここから蒸発していく部分もあるからいいんじゃないですかね。そうだね、うん、いっか。はい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 、なんか水多い気もするけどね。絶対多い気もするけど。絶対多いってこれ。ちょっと、いや、いけますよ。いけるこれ。いけますよ。まあワンチャンカレーのルーを増やせばいいかね。はい、ということで、まあ、こっからね、まあ、15分で、まあ、煮込んで、その後ルーを入れてさらに、まあ、煮込んでからご飯を食べるってことなんだけど、まあいかんせんこの量一人でちょっとね食べられないんで、ちょっとねここで誰か一緒に食べられる人をね呼べたらなって思うんで、ちょっと誰かいないかな来れる人、ちょっと聞いてみよう。そうだな、誰にしようかな。今この時間で空いてそうな人、空いてそう、よし、ちょっと決めよう。ちょっと電話してみよう。ちょっと一人電話してみます。はい、いけるかな、
あ、もしもし、りょうちん。あ、りょうちんさ、あのさ、今何してる？家にいんの？あ、本当に？マジか。さ、りょうちんさ、今俺千葉のさ、九十九里にいんだけどさ、一緒にカレー食べない？うん。東京？マジで？マジで？まあよかったらでも、まあ結構かかるけど、でもりょうちんさ、小学校の時リレーの選手で足速かったじゃん。今から走って出たらどう？でしょ？もう出る準備はできてんの？あ、じゃあそのまま走ってきてよ。うん。OK。りょうちん、あ、走ってくるって。多分、うん。間もなく着くと思う。来れる。あ、来た、お疲れ。また、りょうちんです。あ、どうも、はじめまして。はい。ダントレりょうです。よろしくお願いします。ああ、ありがとうございます。早かったね。いきなり連絡来るやん。早かったのよ。早かったね。いや、なんかさ、うん、カレー作りすぎちゃってさ。すごいね。なんか、どうしたのこのセットは。そう、今からさ、何最中？ソロキャンプなんですよ。ソロキャンプなんだけど、うん、ちょっと作りすぎたから、あら。りょうちん食わないかみたいな。最高やないですか。でしょ？最近全然ありがとうございます。はい、で、ちょっと紹介したいんですけれども、はい、はい、ダントレの、はい、代表のりょうくんです。よろしくお願いします。よいしょ。はい、まあ、りょうちんじゃあどんなことやってるのかっていうのをちょっと皆さんに説明してもらってもいいかな。はい、いきなりびっくりしてるから。あ、そうですよね、いきなりそう。どうも、はじめまして、ダントレりょうと申します。よろしくお願いします。はい、YouTube の活動もしてるんですけれども、はい、アイドルのプロデュースだったり、自分もアーティストの、うん、いろいろ活動もしたりとかで、はいはい、いろんな、事業も、やったりとかで、さまざまな活動しております。はい、ということなんだけれども、はい、まあ、実はね、りょうちんが、はい、もう僕 YouTube を始めたてくらいの時に出会ってるよね。ほんとだよね。ね、うん、そうだって、あの時ってさ、はい、何年くらい前？何年前だろうね。あれ、いつ？結構前じゃないかな。まあ、でも YouTube 始めたのが2年ちょい前。2年ちょい前でしょ。うん、2020年、うん、2年前だ。あの時ってさ、でもさ、登録者数さ、まだね、もう本当に4,500とかじゃないですか。だよね。今何？5万1000何本ぐらい。すごいね。だから俺たちの今10倍くらい。いやいやいや、いるわけ。でも YouTube の中ではもう、だから僕の中からしたら先輩なんですよ。いやいやいや、まだ、はい、ということで、ね、今日はりょうちんにちょっとなんかね、はい、まあ、一緒にご飯ね、その食べながら、まあ、なんか YouTube のコツなんかもちょっとよかったら教えて。なるほどね。この僕大好きなんで、やっぱ食べるの。そうそうそう、やっぱタンパク質でね。でしょ。で、こうちょっと進みながら YouTube っていう感じですね。ぜひぜひ任せてくださいよ、はい、まあ、ということで、じゃあちょっとできる、はい、そのあれ感じ、ちょっと一緒に座ろうよ。あー、一緒に。え、すごいな、キャンプとか全然やったことないから。マジで大丈夫かな僕。あ、多分ね、りょうちんは、うん、まあ食べるだけなんだけど。あ、食べるだけね。そう、食べるだけ。あれ一人用なんだよ。二人用って書いてあったけど、あれ一人用なんよ。あれ今日一緒にここでは寝れない感じか。ここ一緒に。そうだね、りょうちんよかったら、あの後ろの木の車。ああ、なるほどね。このこれ、椅子みたいなやつに座っててなんでやんねん。それかその後ろのベンチ、その後ろの。あ、このベンチに座って。そうそうそう、あ、今日のあの電車のこんな感じのあれだ。寝転がれ、寝転がって、こういう感じだ。一回寝転がってみて、これ。こういう感じだ。うん、あ、いいやん。こうやって寝る。いいやん。寝れるわけないやないか。ははは、のびいいな。普段ね、こんなことやらせたことないですよ。やらせたことないけど、でも良くないこの自然。いや、すごいいいっすね。なんか、普段やっぱりこう、うん、都会にまみれて、いろいろやっぱり、まみれてはおかしいですけど、まあね、やっぱ芸能してると結構ね、うん、やっぱキラキラしたり激しかったりするじゃないですか。ね、やっぱなんかこういうとこ来るとすごい落ち着くというか、だよね、大自然を感じるなと。そうそうそう、はい、めちゃめちゃ思いますね。だからさ、その大自然の中でさ、食べるさ、うん、ちょっとカレーをりょうちんに食べてほしかったわけですよ。いや、いいっすね。いいでしょ。はい、ありがとう、呼んでくれて。いやいや、とんでもないですね。むしろね、こんな早く来てくれるなと思ってなかったんで。いやー、まあその行動力だけはあるね。行動力だけ、ね、はい、スピードだけはあるんで。最近どうしてんの、りょうちん。最近はもうひたすらお仕事をしてるって感じですかね。うわ、マジか。もういろいろもう活動してるので、なかなかね、もうこうプライベートな時間がないなっていう感じなんですけど。よく来てくれたね今日本当に。まあや、まあ、安のためなら駆けつけっていう。いや、もうありがとうございます。もういいやつなんですよ皆さん。ダントレ見てあげてください本当に。いやいや、ぜひもう安くんのね、もう本当にチャンネル登録といいね、ぜひ皆さんしてください本当に。ぜひ。いや、でもさ、ね、どうやって伸ばしたのそのさ、うん、コツとかやっぱあるのその。まあありますね。ある、はい、なんかちょっとさ、よかったらうちのそのさ、視聴者の方もしかして YouTube やってる人いるかもしれないけど、はい、あ、運営者とか、うん、あ、なるほど。そう、なんかある、まあ、そのコツみたいな。ここだけの秘密っすよ。秘密でお願いします。まあ、安だからこその、まあ、テクニック的なやつですか。お、ぜひぜひお願いします。わかりました。まあ、僕もそのいろんなアーティスト活動とかいろいろしてる中でも、うん、SNS コンサル運用代行事業っていうのをですね、企業さん向けだったりにやってまして、うんうん、で、僕自身も大体そうですね、
最短で言うと1週間で1万フォロワーは、増やすぐらいの1週間で、はい、やばいね、まあ、TikTok、インスタ、YouTube 全てマーカー以上には育てまして、うん、今で言うと、まあ、総フォロワー10万人ぐらいまでは増やしまして、マジで、まあ、そのためのまあどう、まあ、基本的には動画マーケティングっていうのはすごく大好きで、その動画がどうやったら伸びるかっていうのをひたすら研究してるんですけども、なんで、YouTube だったり TikTok の動画だったり、はいはいはい、インスタだったりの動画を使って、うんうんうん、いろいろこうフォロワーを増やしたりとか、まあ、認知を拡大させたりとか、はいはい、っていう部分で、うんうんうん、なんか気になる媒体とかありますか？例えばなんですけど、うん、僕がその、まあ、YouTube、はい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 、始めて、だから今年の2月からですよね、はい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 、だから今3ヶ月経ったのかな、はいはいはい、3ヶ月経って、でまあ要はこっからね、もうだって最初にさ、もうスタッフの人がさ、もう無茶ぶりするからさ、100万人っていうこと言ってた。登録者数100万人。100万人はすごいよ。だから100万ちょっとまだね、あの、うん、いきなりだから、そう、最初とりあえず、その、1万人くらいの方に見てもらいたいなって思うんだけど、はい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 、両親が俺の立場だったらどうやって伸ばしていくの、これを。YouTube。うん。まあ、1万人って、正直 YouTube で言うと、めちゃめちゃ難しい。難しい。僕もすごく YouTube が一番多分媒体の中で一番難しいプラットフォームだと思ってて、タイミングも良かったりとかで、うんうんうん、そのすごく多分1ヶ月で1万ぐらいは増えたぐらいの伸びだったんですよ。すごいね。一時期すごいグンって伸びて、はい、主に、まあ、ダンスフィットネスと言われる、まあうんうんうん、そのダンスを通じて、まあ、健康づくりっていう部分で、トレーニング要素もあったりダイエット要素もあったり、うんうんうん、でいろんな部分でこうニーズをこう捉えていくようなイメージで、まあ、作ってるんですけど、はい、まあ、振り付けも僕も作りながら、うん、今流行りの、まあ、トレンド、うん、やっぱり SNS ってすごくその流行りがすごい重要で、はいはい、そのトレンドに波に乗るって感じですかね、うんうんはい、で波に乗ればすごくその再生回数だったり、うん、やっぱり認知がすごく広まりやすい、インプレッションと言われる部分が広まりやすくなるので、うんうん、インプレッション、そうですね、はい、なのでかなりそういう部分に敏感であれば、うん、すごくこう伸ばしやすいかなという、うんうん、まあ一つポイントとしてありますね。な、流行りに乗れってことか、うん、流行りに乗れです、はいはいはい、もう流行に乗れってやつですね。なるほどね。乗れる波は乗っとけってやつです。はい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 、はい、まあ、これはすごく SNS をやる上ではすごく重要な部分ですね。まあ、本当に本気でフォロワーを増やしたいとか、うん、そのチャンネル、まあ、視聴者層をもっともっと増やしたいっていうのであれば、はいはいはい、もう専門店を作ることが一番は重要かなと。専門、はい、はいはいはい、特化型ですね。特化型、うん、これはもう本当に戦略的な部分に入っちゃうんですけど、まあ、そのもともといろんな芸能の活動だったり経験があって、うんうんうん、まあ、主に戦隊系がやっぱり強いんじゃないかなと思うので、うん、やっぱ自分の強みをしっかり出していく、うんうんうん、やっぱ自分が全然なんか好きじゃなかったり、うん、強くないことを発信してもやっぱ響かないんですよ人には、うんうんうん、自分が本気でやってきたからこその伝わるものっていうのがあるんですよね、はいはいはい、僕で言うとやっぱりそのアーティストの経験、まあ、ダンスとボーカル、うんうん、あとは筋トレ、トレーニング系、はいはいはい、いろんなインストラクターとの活動もしてるし、うんうん、その中でやっぱ本気で取り組んできたからこその、うん、この伝えられるものっていうのがあるんですよね、うんうん、振り付けもそうですけど、はいはいはい、イエスで言うと多分、まあ、戦隊ものだと思うんですよ、はい、すごく、まあ、ゴーオンジャーですか、まあそうですね、のね、レッドで、はいはい、ね、すごく輝かしいね、いやもうありがとうございます。そういう部分で、うん、そのゴーもう戦隊ものに詳しい人みたいな、うんうん、もう自分が体験してきたからこそ、うんうん、当事者だからこそ伝えられるものみたいな、うんうん、っていうものをすごくこう伝えていくと視聴者の方もすごく気になるんじゃないかなと。なるほどね。例えば私生活とか、うん、戦隊系のヒーローの私生活と本当のみたいなとか、まあちょっとね、見せるか見せないか大丈夫、カレー木の棒で待ってる、まあ、難しいかもしれないけど今カレーを木の棒で待ってるんだけど大丈夫か。例えばですよね、はいはい、うん、とかあとはまあ、なんか自分が、まあ、そのお店に、まあ、食べ物を食べ、お腹空いたなと思って、うん、ハンバーグを食べたいなってなったとするじゃないですか、うん、でハンバーグを食べたいってなった時に、じゃあ例えば、まあ、本当に某大手のもうファーストフード店とかっていうと、まあいろんなもパスタだったりハンバーグだったり焼肉だったりいろいろご飯とかあるじゃないですか。それよりこうハンバーグに特化してめっちゃもうハンバーグだけ極めてますみたいなお店があるとするんですよね。爽やかですわ。2つもういっぱいいろんなあの料理が推してますよりかはもうハンバーグしか特化してないです、もうハンバーグしか自信ないですみたいなぐらいのお店が2つ並んでたら、自分はめちゃめちゃハンバーグ食べたいってなったらこっちちょっと気になるじゃないですか。いきますね。なんで、やっぱりこの特化するって大事なんですよ、うん、ここが逆にいろんなことをやっちゃったら、うん、まあ、大手さんに勝てないわけですよね。なるほどね、はい、やっぱ有名どころ、名前が売れてるから安心感、信頼感あるじゃないですか、うんうんうん、だからこっち行っちゃうんですけど、やっぱりこうどうしてもなかなかこうまだ知名度が低かったりっていうところに対してはやっぱそういう部分でアプローチするっていうのがすごく重要なんじゃないかな、うん、
だやっぱ自分のその持ってる個性とかっていうところで勝負した方がいいってことね。そうですね。個性を伸ばす、より伸ばすってことね。だからそう、はい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 、より、はい、なるほど、まあ、長所をより長所にするみたいな。うんうんうん、うんうん、なんか人って短所をこう直すよりも長所を伸ばした方が早いんですよね、うん、はいはいはい、うん、なるほど。なんで僕はヤスにはそういう部分で自分がやってきた経験をもとに、うん、この自分のもっと下の世代だったりにもっと学びになったりとか、はいはい、楽しみになったりとか知識系だったりとか、はいはい、全部配信するとよりこうどん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 広がっていくんじゃないかな。なるほど、うん、なるほどね。やっぱだからそう、うん、個性伸ばしていくのがやっぱ大事なんだ ね、 それね。まあね、本当にすごくそういうのも重要なんだけど、うんうん、まあとはいえね、うん、ダンスやっぱ重要なんですよ。ダンスね、やっぱり。え、ダンスやってる、うん、まあだ一応ほら舞台がさ、うん、まあ、主演の舞台が控えてるから。だよね、だよね。そう、だってダンス踊るんでしょ。いやだから結構今ね苦戦してるのよそれが。大丈夫そう。いやそれがねちょっとだから今ね結構大変。大変やろ、うん、いるやんプロが教えてくれんの。ダンスのお兄さんがいるやん教えてくれんの。当たり前やんけ、もうマジで当たり前やんけ。マジで当たり前やんけ。本当に任してよ、もう本当に任してよ、日本一やってるから。もうマジで、え、確かにカレー煮込むまでちょっと時間があるから、え、その時間でなんか俺覚えられるやつとかある。あ、覚えられるっていうか、まあそうか、そもそも基礎もちょっと教えてもらったりとかね。任せんちゃい。いい、当たり前よ、もうマジっすか。行きましょうよ。じゃあちょっとぜひ皆さんも行きましょうよ。混ぜてもらっていいですか。カレー行きましょうよ。いい、もちろんだよ。本当行きましょう。よし、じゃあちょっと今からカレー待ってる間に、煮込んでもらってる間にダンスしていきたいと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。いやもうね、いやカレーを煮込んでる間にまあちょっとね、ダンスレッスンはしましたけれども、はい、しましたね。ハードでしたね。いや、ハードだった。ハードだったね。いや、ハードだった。逆に、本当にどうでしたあの内容。いや、あれね、カレー煮込んでる間に覚える分量じゃない。分量じゃなかった。違う。いや、でもね、うん、ダンスやったことないなりの、うん、もうすごさ、うん、もうあの速さというか、うん、なんかすごいスキルがあったんですよ。え、マジで。うん、あの普通ダンスやったことない人なんかできないステップをしてたから、うん、あ、本当すごいなって。嬉しい、これシンプルに。なんで伸びしろしかないなってマジっすか思いました。舞台うまくいくかな。いきます。やった、よいしょ。もう舞台頑張る、もう舞台に向けて頑張ってるから。いや、ほんとね、はい、まあ本当にまあしっかり仕上がった動画、うん、はい、2人でちゃんと踊ってる動画また ね、はい、別でね、そうです、配信するということで、僕が、まあ、踊れたかその踊れてないかも含め、はい、続きはりょうちんの方の動画で、はい、僕のチャンネルの方でちょっと公開するんで、はい、ダントレりょうで皆さんね、はい、ぜひ続きは見てみてください。チェックしてください。はい、はい、ということで、じゃありょうちんカレーできましたね。もうできましたからね、もうね、はい、この間ね、三好さんというね、もううちの、はい、あのスタッフの方がずっとずっと煮込んでくれてましたからね、はい、はい、ということで、じゃちょっとね開けていきたいと思うんですけど、見てこれ超うまそうじゃない。よいしょ、超いい匂いするからこれも、ね、もううわとろっとろ、もうとろっとろキャンプだよ、見てこれマジなキャンプ、とろとろ。よし、でこれ寄ってください。これいきました、とろっとろです。よいしょ、どうですか。すごいですね。はい、ということで、じゃあ次やっぱ気になるのこのご飯の方ですよね。間違いない、間違いない、ご飯、ご飯の方をね、間違いない。じゃちょっといいですか、すいません、熱いですか。絶対熱い、これはもう絶対熱いと思います。いや、もう安くお腹がね、もう減りまくりですからね。減ってもしょうがないの、動いたんでね、いっぱい動いたんでね。そう、ちょっと一回これさ、うん、ちょっとどけようか、こっちに入れましたからね。はい、じゃあ、で、この米がね、さっきさ、米どうなってるやろな、なんかちょっと多めに入れた、少なめ、少なかったんだっけ、あれ少なめ、少なかったですよね。少なめですか。で、これがどうなってるかなんですよ。確かにめっちゃ不安。いや、だって俺この間もう見てないっすよ、どうなってるか。いいですか、開けますよ。では行きます、オープン、ドーン。おー、うまそう。わー、いい感じ。めっちゃうまそうじゃん、これ。いい、やった、これいいんじゃない？いけそう。りょうちん、これちょっとじゃあ、いい感じ。半分こして。よいしょ。そう、食べますか。来た。ね。もうたくさん動いたから ね。もう二人とも死にかけてました。もう、踊りながらね。そうよ、もう。体力の限界感じてたよね。きつかったね。正直。だいぶきつかったよね。正直、もうがおってたよね。ね。うん。だいぶ。まあ、でもやりきったんで。きましたから。もうだいぶ。でも、そのやりきった後のご飯といったらもうね。いや、それはもう。もう。そういうことですよ。もうそういうことですよ。ありがとうございます。そういうことですよ。はい、じゃあちょっと、はい、よそいますから。ありがとうございます。はい。
見て、おこげやば、めっちゃやばいね。いや超いい香りよこれ、見て、おこげすげえわ。はい、いいか、うすごい、初めてそういう、すごいね、うん、すごいよこれ、うん、はい、でこのね、うん、お皿はね、実はね、提供してもらったんですよ。あのデミさんというね、はい、その陶芸家の方からちょっと提供してもらったんですけども、はいはいはい、普段こんな皿作んないね、多分ね、もっとね、なんかすっごいトゲトゲの壺作ったりとかね、そういう人なんだけど、はい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 、そう、なんか今回もカレーよかったらみたいな感じだったんで、ちょっとこれ食ってくださいと、そうそうそう、はいはい、これまあせっかくだからこっちの方をこうやってよし見せて、はいはいはい、うわめっちゃうまそういやー来ましたねうん、もう同じぐらいで大丈夫です。同じくらい、まあ、もうこの皿ぐらいで。はあ、皿ぐらいで。ありがとうございます。オッケー。すごい。ストップって言って。はいですよ。はいはい。いやです。何からと。すごいよ。慣れてるね。いやいや、そんなことないけどね、これもう。すごい。カレーなんならこれルーから作ったのほぼ初めてだから。すごいよね。うん、俺が今までね、うん、野菜を切ってたけどね。ソロキャンね。ルーのね、はい、あれはね、あんまやったことないからね。ああ、はいはいはい。ソロキャンだ、まさにソロキャンですよ。ソロキャンだけど、まあ今日はね、りょうちんがね、いやもう速攻で駆けつけちゃったからね、すごいとこに行きたい、もうよいしょ、はい、で、すごいパンパン、はい、ありがとうございました、お疲れでした、ありがとうございました、いただきます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 、いやすごいな、いやマジでこんななかなかないからな、こういうのって、いただきます、うめーめっちゃうまい、うん、うん、いいですねこの感じ、最高、どう、このおこげ感がすごい、うん、どうよ、普段のご飯じゃ味わえない感じ、うん、うん、あと練習中にたくさん煮込んでくれた愛も感じますね、確かに、はい、かなり、よしさんありがとうございますまあみんなのね、うん、本当にこう材料作りからの、ゼロからのね、まあ、僕は途中からね参加させてもらいましたが、うん、いやいやいや、もう本当に、いや呼んでいただいてありがとうございます、本当に、いやすごいし、今年食ったカレーで一番うまい、うん、なんか大自然のカレーって感じするよねマジでほんまに、うわ、うん、うまこれうまいね、うん、何杯でもいけるわ、うん、うん、間違いない、ただ見てこれ、この量よ、明日の朝もカレーだわ、うん、うん、2日目がまたうまいから最高っすね、ね、2日目が最高です、うんうんうん、ああ最高、これ舞台終わっても、うん、続けようと思うもんね、いや本当にダンスってね、楽しいよ踊ってても、ということで、りょうちん、はい、今日いかがでしたでしょうか。いやもう波乱万丈でしたね。波乱万丈でした。いやもういきなり呼ばれたんで、うん、まあそこから急に、うん、まあ駆けつけ、うん、まあそこからね、あのスタッフさんの優しさだったりまあいろいろとね、本当にいろんなカレーがすごいね、やっぱりもう、うん、奇跡のように感じましたね、なんかそうだね、頑張りが頭回んなすぎて、もう、そうだね、頭使いすぎて、お互いね、りょうちんもね、だいぶ眠そうだったからね、うん、いやー、わかったっすね、ね、もう使い切ったなって感じでした、ね、いやこんな中来ていただいても、りょうちん本当ありがとうございました、いやこちらこそありがとうございました、ね、ありがとうございました、はい、まあ、ということで、りょうちん、だから今日帰っても仕事でしょ、はい、そうなんですよ、ね、ちょっと結構、申し訳ないです、ね、本当に、ね、まあ、やすさだってここでね、今日ね、そう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 、ね、今日は、本当はね、まあ、りょうちんもね、時間があったらね、全然泊まって、はい、夜、ちょっともう満天の星空を見ながら、あーここね、虫の声聞いて、もうコーヒーを飲むみたいなやつだったんだけど、またそういう時期、まだ別でまたね、うん、はい、まだよろしくお願いします。ということで、はい、じゃあ皆さん本当に今日はね、あのりょうちんに来ていただきました、はい、りょうちんありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい、ということで続きはりょうちんのね、はい、YouTube の方も皆さん見てください。はい、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。ありがとうございました。